中華人民共和国の喫煙者中華人民共和国の喫煙について説明する。タバコは中国のき用の末にフィリピンから移入された。当時中国人はタバコは体にいい、風邪と発熱などの病気を治せると思い、そして全国の喫煙人数は急速に増加した。しかし、深代からは次第にタバコは体に悪いとする観点が現れた。 医師の長老は、辞書、本教、青源の中で以下のように記した。兄地独創の木君爵不造夫、有行経落、農む吉家しか三義の領下、この間、各王朝の皇帝は、禁煙に関する法律と証書などを反布した。この中、民末の数定定は二度に、禁煙の命令を与えた。彼の理由は、以下のようなものであった。自分は、 円王永楽三角の子孫であり、国の使徒も炎とである。もし国内に喫煙のことがあれば、この煙の読みは炎と同じであるから、喫煙は喫煙に通じるため、引きとして禁煙せよ王朝が真に交代すると、第四代の高規定及び、第五代の妖精帝はタバコを禁止した。ただし、西王列教の進出と内乱により、清志王朝が衰退した時期には禁煙令は、 実際に無効となった。1911年 -1949 年の中華民国が統治した時代に禁煙の気風はもう一度現れた。1930年代、紹介席と夫人の装備例は積極的に禁煙運動を推進した。1935年5月、紹介席は新生活運動公用を発表し、アヘンベーゼ。紙煙。 持ちきつという条例を要求した。しかし、この運動によって、政府の税収は不足となった。結果、1935年6月15日、財政部長の交渉期は、国家の税収を確保するため、下記の公文を発表した。忍難からだ、女優奥狩り新生活運動名義、禁止人民、九州市煙、スト務王立予救世、も、 異国税しかも安商業この後民国内の喫煙は耐えた。中華人民共和国の創立者、毛沢東は本来喫煙者である。もう以後の多くの国家労働者は喫煙者。だから国内で多くの人は喫煙は悪くないと考え、そして喫煙率は高くなった。2020年4月8日に更新された世界保健機関の調査データによれば、 中国の喫煙率は24.7%であり、低下傾向である。また、一人当たりの年間消費量は2016年で2043.01本であり、世界で14番目に多く、世界のタバコ消費量のうち約4割が中国国内で消費された。ただし、タバコ販売量は2017年は2012年の 育児に比べて約10%減少している。当は1986年にアメリカの記者マイク・ウォレストのインタビューの中で二人ともに室内で喫煙した。この理由によって大勢の中国公民と官僚は室内で喫煙もいいと思い、デパート、工作場所、公共交通機関などのところでタバコを吸う。ある時室内で灰皿を設置されなかったら、 直接に吸い殻を地の上に捨てる可能性もある。特にレストランで食事をするとき、禁煙のマークがあっても多くの人も喫煙する。時々、レストランとショップの係員も禁煙と提示しており、そして喫煙者は、レストランの外またはトイレに行き、タバコを吸う。この後、レストランとトイレの中で、タバコの匂いが深くなる。室外喫煙のとき、喫煙者は、 学校、政府機関の外、街の中などの様々なところで喫煙し、吸い殻を勝手に捨てたり、都市のゴミと環境の問題をひいる。また政府は走行中の喫煙を禁止しない。多くの人は歩く時に喫煙し、そして他人は受動喫煙を受ける。世界保健機関タバコ抑制、経済政策協力センター主任で、対外経済貿易大学の定洋教授によると、 中国人のタバコ購買能力が10%上がったのに伴い、タバコの消費量も6.01%増加したという。2009年と2015年の2度にわたって、タバコ税が引き上げられて59%となったが、まだまだ世界平均の75%とはほど遠い。しかも、中国のタバコ税は価格を基準に税率が定められている重課税であるため、 価格が安いタバコの販売価格は依然として安いのが現状である。長年にわたってタバコ抑制を支持している聖火大学の小安工教授は低価格のタバコは貧困地区での消費量が比較的多い。農村の住民がタバコにかける費用は年収の17.3%で都市部の8.8%よりも多い。喫煙による健康被害によって 貧困家庭がさらに貧困になるなどの悪循環を招いていると話す。2015年の全世界の喫煙による死者は640万人で、その半数以上が中国、インド、米国、ロシアに集中していた。風の発表によると、中国では2014年、タバコが原因の疾患治療による直接的な損失は530億元で、この他に、 間接的な損失が2970億ゲームあり、両者の合計は中国の同年の保険衛生関連支出の10.59%を占めた。国別男性喫煙率。中華人民共和国は45.0%から49.9%。国別女性喫煙率。中華人民共和国は1.0%から4.9%。中国の農村部では、 古代の伝統的な観念の影響を受けて、女性がタバコを吸うことは不良的と思われがちである。しかし、都市部では、最近、外国の気風の深い影響を受け、女性の喫煙もだんだん現れるようになった。ただし、男女共に喫煙率が低下しており、男性は2013年以降50%を切っており、2018年現在中国では、 男性喫煙率47.7%、女性喫煙率1.8%である。ありがとうございます。